24日に行われた春の高校稲駅伝。日本最大級の高校駅伝大会で男子は134チームがエントリーしました。稲駅伝は 1,2 年生による新チームが6区間を争います。注目は年末の全国高校駅伝で優勝、日本一に輝いた佐久長聖高校。日本一を経験した選手も2人出場し、稲では2年ぶりの優勝を狙います。そこに去年の稲駅伝優勝校須磨学園や全国高校駅伝準優勝の倉敷など全国の強豪が挑む形となります。レース全体の流れを決める1区、スピードランナーが集結しました。第一中継所まで残り 400m のストレート、飛び出たのが去年優勝の須磨学園と洛南。最後の直線、ここで洛南の井上が抜いてきました。須磨の藤岡を抜いてラストスパート、井上がここで先頭に出てきました。安定感と大きなストライドが特徴のこの井上、先頭で飛び込んでいきます。3年ぶりの優勝に向かって、まずはこの第一中継所洛南の先頭でタスキを渡していきました。そして連覇に向かっていく須磨学園が2番手。洛南、須磨学園、佐久長聖の順位で2位にタスキをつなぎました。市街地から高遠方面へ続く2区、毎回各校のエースクラスが逆転劇を繰り広げてきました。ここで前評判通りの活躍を見せたのが福島県の学法石川1年の益子。益子陽太がぐん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 襷を前につないできました。これでこの区間だけで7人抜きまして10位にジャンプアップしました。 3000m の中学記録を持つスーパールーキーは17位で受け取った襷を前に進めます。 4.7 キロ地点で来ました、来ました。学法石川の益子陽太、世代ナンバーワンの怪物ルーキーがこの先頭集団を今追い抜いて、今その先頭を引っ張っているという状況です。16人抜き、1年生ながら区間新記録を打ち立てトップでタスキをつなぎました。さあ、そして地元長野佐久長聖が最後岸畑疲れましたが今タスキを渡していきました。トップとの差が32秒です。5位で佐久長聖。続く3区は 7.2 キロ、アップダウンが激しく最も難しい区間と言われます。5位でタスキを受けた佐久長聖2年の石川、上りで強さを見せます。重森さん、はい、山本さんお願いします。佐久長聖高校の2年生石川光輝がスパートをかけました。この急坂に入ってからスパートをかけまして4位の東北高校福岡第一を置き去りにして、この差もう手元の時計で3秒の差が広がっています。先頭争いも激しく、再び洛南がトップを奪い返します。さあ、もう捉えられる位置に洛南の橋本がついてこの下り坂を下っていきます。今並んで、さあ今生田目も横をちらりと見ましたが今抜いていきました。この3区 5.3 キロ地点で先頭が入れ替わりました。先頭は洛南です。洛南が再びトップを奪い返し、レースは後半戦へ向かいます。トップは洛南、2位学法石川、一時3位に出た佐久長聖の石川も終盤で順位を落とし5位で志野へつなぎます。最長区間 9.1 キロの4区は全て下りのコース。佐久長聖の志野、中盤で2位グループを捉えます。前に 2,3 チーム見えたので、そこを追っていこうと思って、下り基調のコースなので前半からしっかりと押していくことが大切になっていく区間なので、そういったところを意識して走りました。日本一を果たした全国高校駅伝でアンカーも務めた篠が意地の走り、5位から2位へ順位を上げました。しかしトップは依然洛南、独走状態に入ります。5区はこの区間だけ走ることのできる外国人留学生の追い上げに注目。去年に続き爆走を見せたのが5位でタスキを受け取った仙台育英の留学生エリウッド・カヒガ。
ぐんぐんと順位を上げ、とうとう2位の佐久長聖コナにも追いつきます。コナも必死の形相で食らいつきますが、次第に離されていきます。洛南、仙台育英、佐久長聖の順でいよいよ最終6区へ。エースでキャプテン浜口へと襷が渡っていきました。3位は佐久長聖。長い上り坂の先にゴールの伊那市陸上競技場が待っています。佐久長聖のキャプテン浜口が仙台育英を抜き2位に。 5000m で高校2年生の歴代最高記録を持つ逸材がトップの洛南を追い上げます。フィニッシュテープ、さあ陸上競技場へ。洛南がトップで飛び込んでいきます。優勝は京都の洛南高校。本当に優勝を目標に走らせていただきましたので、とても嬉しいと思います。特にもう頼りになる先輩方や頼りになる同期のおかげで楽しく走り終わることができました。佐久長聖は浜口が区間賞の走りを見せたものの及ばず2位。しかしながら選手たちは年末の全国高校駅伝2連覇へ決意を新たにしていました。チームとしてもやはり、優勝を狙っていた分少し悔しいって言った、率直な感想は、悔しいって言った感じですかね。もっともっと、体力面であったりを、強化していき、宮古寺では長距離間に狙えるぐらいの、力をつけていきたいと思います。やっぱり自分がこのチームに、走りで勢いつけるそんな部分を大事にして今後練習等に取り組んでいきたいと思います。今回の大会はもう遠征であったり練習計画であったりすべて選手が考えて臨んだ大会だったので、今回の結果というのはもう本当、スノー選手の力だったんじゃないかなというふうに思ってます。課題をしっかり、克服するのと、良い部分をどんどん伸ばしていきたいと思ってます。春の高校伊那駅伝男子の部、今年も意地と意地がぶつかる白熱したレースとなりました。